こんにちは、平野由紀子です。いつも動画をご覧くださりありがとうございます。2021年の1月から始めたレパートリーを見つけようのコーナーも4ヶ月を過ぎ、もう少し難しい曲にも挑戦してみたいという声が届くようになりました。これからは初中級から中級の曲も交えてお届けしたいと思います。お気に入りの曲を見つけてぜひ練習してみてくださいね。最後までご視聴くださりありがとうございました。今後も不定期ではありますが、新しい動画をアップしていこうと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。また気に入った曲がありましたら、グッドマークもよろしくお願いします。